今日は自宅でできる内転筋を鍛えるトレーニングを紹介したいと思います。自宅にある雑巾でもタオルでも何でもいいので使ってみてください。片足はスクワットの姿勢を落としてまっすぐの状態でスライドして引く、スライドして引く、片足10回ずつやってもらえると内転筋に効くので、中段突きを深くつくとか普通に一般の方だったら足の医学効果にあると思います。私は太いけど、ぜひやってみてください。